第235回ホッケチャンネル、どうぞよろしくお願いいたします。今回は追記駆読本の3回目であり結びとなります。法華経を聞き他者へと伝え、また聞くということが繰り返され、その人が追記するという駆読が説かれ、本日の内容は前回の部分の下旬にあたります。それでは本文へと入ります。世尊の発言。その時に世尊は重ねてこの意義を述べようとし、下を説いて言いました。もしもある人が法会にてこの経典を聞くことを得て、そして一つの下においても随記して他者のために説いたとする。このように次から次へと教えることが第50番目に至ったのである。最後の人が福を得ることを今まさに諸々の事柄を資料して識別すべきである。もしも偉大なる世主がいて、計り知れないほどの大種に物を送ったとする。80年の間、心の欲するところに従ったのである。彼らは年をとって衰弱し、髪が白く、顔にはシワができ、歯は抜け、体が衰えたのを見ると、間もなく死を迎えるのであろうと思った。私は今まさに教えて仏道による成果を得させるべきであると念じ、そのために方便を用いて煩悩のなき悟りの境地へ至るための真実の教えを説こう。世界のすべてが堅固でないことは、水の泡や炎のようであり、移り変わるのである。お前たちはまさに早く、汚れた現世を嫌って離れようとする心が生じるのであろう、と。もろもろの人は、この教えを聞き、皆が荒勘、という位を得て、六神図、三名、八下脱を備えた。最後の第50番目の人が、一つの下を聞き、追記するならば、この人の福が彼に勝っていることは、例えにおいても言い表せないほどである。このように次から次へと聞いても、その福はなお計り知れない。教えを説く場において、初めて聞いて随記するものは言うまでもないのである。もしも一人に勧め、誘って法華経を聞かせることがあれば、次のように言う。この経は深くて素晴らしい。千万光という長い時間でさえも会うことは難しい、と。そして教えを受けに行って聞き、ほんの少しの間だけでも聞いたとする。その人の福徳や報いを今まさに物事を正しく分別して説くべきである。生まれ変わるたびに口の病がなく、歯が抜け落ちることもなく、黄色くもなく黒くもない。唇は熱くもなく、すぼめられることもなく、
欠けることもなく、悪しき人相があることはない。舌が乾いて黒くなることもなく、短くもない。鼻は高くて長くまっすぐであり、額は広く平らであって、顔が整って威厳があり、人が見ることを喜ばしく思うのであろう。口の息が臭くもなく、3000年に一度だけ咲くといううばつげの香りが、まさにその口から出るのであろう。もしも僧帽に行き、法華経を聞くことを望み、ほんのわずかでも聞き、追記したとする。今、まさにその服を解くべきである。後に天人の中に生まれ、素晴らしい象、馬、車、珍しき宝の輿を得て、天の宮殿に乗るのであろう。もしも教えを講ずるところにおいて、人に座るように進め、経を聞かせたのであるならば、この服の因縁により、帝釈天、梵天の天輪女王の座を得るのであろう。まして一心に聞いてその意義を解説し、今日教えに説かれる通りに修行した者は言うまでもない。その服は限りがないのである、と。以上、全3回にわたって随記功徳根を拝読をしてまいりました。前の分別功徳根で説かれた滅後の5本のうちの最初、諸随記根についての功徳を、仏が弥勒に対して詳しく説いているのが、この随記功徳根であります。如来の滅後に、もしも人がいて、法華経を聞き、随記して信じ受け入れ、そして父母や友人などに説くと、これを聞いた人々もまた随記して他者のために説くのです。次第に説法して第50人目に至った時、第50人目の人は教えを転ずる力がなく、随記の心を生ずるのみでありますが、この人の功徳が大なることを説いているのです。400万億阿僧祇という膨大な数の世界における一切の生き物に、その欲するがままに80年にわたってもろもろの財宝を施し、晩年には仏法をもって教え導き、少女の荒勘という位を得させたとします。この人の功徳は莫大でありますが、今の第50人目の人が法華経を聞き、追記する心を起こしたということに比べると、百千万の区分の1にも及ばないというのです。最初に自らも信じ、他者も信じるようにさせた人の功徳は、計り知れないものであると説かれます。さらに仏は、座を分けて教えを聞くこと、ほんのわずかな間でも教えを聞くことなどの功徳について説かれているのであります。次回より、法華経の第19番目、発思功徳根へと移ります。次回第237回入国でございますが、妙法蓮華経の第19番目、法師功徳根の第1回目として今回の続きを拝読いたします。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。